改めまして、こんにちは。本日は急なご案内をいたしまして公務ともお忙しい中皆様にご出席をいただきまして感謝を申し上げます。本日は第75回全国植樹祭埼玉県準備委員会第3回の会議が開催されました。そのの会議の席で正面に脇にに脇ってございますように 秩父地域が開催候補地として選定されたということで、本日は第75回全国植樹祭秩父地域誘致推進委員会、周知委員会の会長、北堀会長よりご報告がございますので、北堀会長、ご報告の方よろしくお願いいたします。皆さんこんこにちは 本日は大変皆さん方には大変お忙しいところを急遽お集まりいただきましてありがとうございます。今お話がありましたように今回の令和7年そしてまた第75回の全国の植樹祭の開催地ということで埼玉県の方で委員会を開いていただきながら今回候補地としての選定をいただきました。 またその準備委員会につきましてもです、ね、大変あの誘致それぞれ今日はあの吉,田吉田さんも委員の1人として行ってらっしゃったと思いますが、まあ、大勢の方々のご尽力いただき当然私どもは誘致をする側として維新、えー、4町の組長さんそしてまた両県議にも骨をいただきながら 全てのですべ、ね、ての委員会の委員の皆様のところへです、ね、2回、あのロビー活動させていただき、一生懸命頑張ってまいりました、まあ、その中で、えー、本当にあの今回の4か、ね、所の候補地の中で、この秩部地域に選定をしていただいたこと、本当に多くの方々にも、このまた、この誘致委員会の大勢の方々にもですね、 大変感謝を申し上げたいといとううふうに思っております。まあ、これからまた内定ということあるいは確定の中でですねいろいろと県とのやり取りもあるかと思いますが、まあ、これからがあくまでもスタートということでございますので当然あの天皇皇后両陛下をお迎えをして第75回そしてまた埼玉県におきましても66年ぶりの第2回目ということでこの千父市でございます。 そういうことを考えたときに、官無量のこともありますし、そして当然、これは埼玉県の私どもを指定していただいた、また準備委員会の方々にもですね、ご指定をいただいたことに、本当にこの意に沿うように、そしてまた一生懸命努めていかなければいけないというふうに思います。まあ、これに向けて、先ほど、市長、市長にもですね、全長を上げて、全長を上げてですね、 取り組むよううにということいこで、私どもでもこの秩父市の市役所の中にプロジェクトチームをあの部局横断でですね、えー、進めさせていただいてあの、まあ、埼玉県、そしてまた全国のこの食事祭の4日推進機構の方々にもですね、恥をかかせないように努めて一生懸命頑張っていきたいというふうに思っています。まあ、そういうい中で、ですね、 ここは今スタートラインに着いたばかりでございますので、まあ、皆さんにも、また市民の方々にもご協力いただきながら、ぜひ、あのこれがあ盛大に開催され、そしてまた、天皇・皇后両陛下をお迎えしたときに、また秩父の素晴らしさを知っていただいて、改めてまた天皇・皇后両陛下からいい評価をいただけるように、ですね頑張っていきたいというふうに思っております。まあ、それれまままではまだまだこれから 道のりは長いですけれども、一つ一つ問題を解決しながらです、ね、皆さんとともに、そしてまたこの開催日に向かって準備を進めていきたいというふうに思っておりますので、特段のご配慮いただきながら、石新・四町組長さんにもぜひお応援をいただきながら、支部の地域の総合力として開催に向けて頑張ってまいりますので、これから今は誘致委員会ですけれども、 これから準備委員会にに切りりささせせてててていいいいいたたただだスタートきとう思っておりますこれからも皆様方、そしてまた両県議にもご尽力いただきながら、この地域の整備、そしてまた環境を整えていくことに一生懸命努めてまいりますので、皆様方のご協力が賜りますように、お願いを申し上げまして、今回の選定につきましてのご報告とさせていただきたいというふうに思っております。これからもぜひ皆さん方の ご自力を賜りますようによろしくお願い申し上げます。以上でございます。北堀会長ありがとうございました。